はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。男あまりなのに婚活現場に男がいないのはなぜということで、前ね、前回やりましたけど、今度都道府県別で、じゃあどんな統計になっているのかというところで、でね、このグラフがありまして、25歳から29歳と、30歳から34歳、ちょっとね、こうした方がいいかな。あんまりはっきり見えないかもしれませんけども、こっちが25歳から29歳、30から34歳で、まあ、どのぐらい、まあ、数値化すると、ね、どのぐらい余ってるのかって、黒文字が余ってますよっていうところで、7都道府県が余りで、それ以下は全部婚活男性の方が少ないということで、1位が栃木県、で2位が愛知県、茨城県、福島県、群馬県、静岡県、富山県。で全部ね、30歳と34歳も一緒。一緒。だから一緒くたに、ここの層はできると。それ以外は、あまり少ないのかなっていうところで。で、このね、30から34の方は、まあ、黒文字がずっと続いてますけれども、ほぼ、あれですね、大阪、福岡、鹿児島、まあ、その辺は少ないよってことで、あとはある程度余ってますよってところで、やっぱり年齢が下がるほど少し、まあ、婚活男性が余り気味傾向にあるかなというところで、まあそれは、それでいいとして、多分都市のね、その何ていうかな、状況、就業率とかいろいろその辺とかも関わってくると思うんですけども、で、まあ、全体的に、まあ、男の方が余ってるかなというところで、ただね、あくまでも結婚に前向きな未婚男女の人口の差がマイナスという意味という形になりますんで、なんかどうだろうね。で、女性の平均初婚年齢は 29.6 歳、29.6 歳。で、中央値は 28.6 歳と。まあまあ、適齢期と呼ばれるところには2019年度では、人口動態調査、人口動態調査によれば、まあそういう数値が出てますよと。で、婚活していると男は少ないという印象にね、なるのも、まあこの辺の年代、なのかなというところで、で大都市に行くほど男が少ないというのが顕著に現れていると、まあ、東京、大阪府、福岡県ね、福岡県意外だよね。福岡とかあっちの地方の方の方がほらあまりね、まあ、都市とは言いながらそんなにやることないから、あんまり男女くっついて子供作るとかね、なんかそういう方に行くのかなと思いきや、別にバカにしてるわけじゃなくて、まあなんとかイメージで、俺の勝手なイメージでは、そういう、本州じゃないところの方、まあ本州でもほら田舎の地区あるけど、それは別として、まあ離島の地域の方が、なんかこう結婚とか早いのかなっていうイメージがあったんですけど、そうでもなさそうね、という形で、で、結婚相手に求める条件においては、まあ女性側は男の経済力を重視すると。やっぱりこれはどの年代でも変わらないと。まあそうじゃないよって人もいますよ。いますけど、それは少数派になってくるのかなということが読み取れますね。このヤフーニュースの調べではね。で、男性は女性の年齢を重視する。ね。まあ男は、婚活の場に行くと、まず年齢とかね。あとは容姿だよね。容姿とか。まあそういうところへ行くと。だから女性の経済力より、云々よりも、まずは最初はそこ。で、次は経済力っていうか、働いてるかどうかでね、社会に適応してるかどうかという形、普通の、だから普通に何でもいいんですよ。パートでも派遣でも働いてればまあいいですよということになるんです。でも女性の場合違うよね。男の方が派遣だったりとか、ね、バイトですって言ったら、ね、婚活の場に来た場合っていうのは、ほぼ NG になるわけじゃないですか。逆に言えば、女性がじゃあ多い地域ね、男が少ないよっていうところは、なんか自らね、強みのある、まあ20代の頃ね、
まあ、勝負した方がいいですよと。年齢が上がるほど厳しくなってくるよっていうのは、これはどこでも言われてることで、で、今回はその20代とか34、だから35歳未満の方をフォーカスしてることなんで、まあ、全然自分の世代とかは全く関係ない今回話になりますんで、今回話してるのはその若い世代の方になりますね。男余りの上位7県と先ほどね、挙げた、まあ、都道府県の、ところでは、まあ、男余りがずっと常態化している地域でもあると。だから地域によって就業構造の違いとかね、まあ、価格の、あ、価格じゃねえ、所得格差とか、そういうのがあったりするんで、だから決して男性の、結婚意欲が低いというわけではないと。で、最近では自治体における婚姻促進政策みたいなのあるじゃない？要はマッチング AI アプリとか、ね、そういうのもやったり、県独自でやったりとかっていうのもね。で、県の、自治体で、婚活をやったりとかっていうのが、まあ、埼玉でも何件かありますけども、まあ、そういうこともやってるんですけど、なんかこう、草食男子とか、まあ、最近の若い男性は、その、意欲的じゃないとか、って言われがちなんですけども、いや、そういうせいではないですよっていうところも、ね、あったりしますんで、まあ、これはあくまでもマクロ的な統計という形になって全員に当てはまるものではないが、まあ、傾向として抑えていた方がいいのかという、いいんじゃないかということを、ヤフーニュースの方は、ね、コラムニストの方が言ってるんで、俺の意見ではないんですけども、まあ、そういうね、ことが、言われてますよと。ただメディアとかね、そういうコラム書いてる方っていうのは面白おかしくやっぱりね、注目されるような記事を書かないといけないんですけども、だからなんか、まあメディアに踊らされるということではないですけども、あくまでもそういう風潮が囁かれてますよということで、で、なんかね、結婚したいっていうふうに答える、結婚したいかしたくないかって答える人で、9割が結婚したいというふうに、まあ、なんとなく話しているみたいですね。全国的に見ると。ただね、これもからくりがあるわけです。このからくりっていうのを次のちょっと動画の方でね、話させていただこうかなというところで、まあ、都道府県別で見た、男余りのね、県の神セブンと呼ばれるところは、まあ、栃木、愛知県、茨城県、福島県、群馬県、静岡県、富山県という形になっておるそうです。まあ、だから何っていう話なんですけれども、ね、まあ、あくまでも予備知識として、婚活ネタとかやられてる方とかですね、婚活ネタを楽しみにしてる方は、予備知識として、頭の中に入れといてください。次では、その、結婚したいというのが9割いますよっていうアンケートの裏付けといいますか、ちょっとそれ違うよというネタを、次やっていきたいと思いますので、それではまた、次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。